日本埼玉県埼玉市西区差し置き漁、辻差し置き漁辻は埼玉県埼玉市西区の大技。郵便番号は331-0076。埼玉市西区北西部の大宮大地の園に位置する。地区の東側を、上尾市上の南側を、埼玉市の平方漁漁家、西側を、蓬来や峯岸、北側を、上尾市平方漁漁家と隣接する。 北側は、桜尾義量辻の対角線上に、上吉西海塚が位置している。南北に細長く鍵型で、峰岸との境界線は県道に沿って、直線的だが、地区の東端上吉川との境界線や、との定地が複雑に入り組み、そこを流れる、指線、辻川周辺には、飛び地も存在する。その飛び地では、東側で中釘とも隣接する。 桜木駅から近い南部は宅地化が進行され、住宅地が見られるが、それ以外は畑が多く人家はまばらな農業地域である。地内に縄文中期の縄文遺跡である辻遺跡がある。元は江戸期より存在した足立群桜木寮に属する辻村であった。村高は昭法年間の武蔵国伝園墓では83国余り、元独豪町や、 天保号町によると55国余りであった。スケは中仙道上尾塾に出役していた。活性期の世帯数は10件で、村の規模は東西1町南北11町余りであった。地名は平方道と川越道が地内を通り、道の分岐点の意味があると言われている。荒川に下谷原入海地を漁していた。2017年9月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていないが、川越線差し扇駅が近い。差し扇駅北口方面の路線バスが運行されている。埼玉市、コミュニティバスは峯岸方面へ運行されないが、代わりに埼玉市西区差し扇地区、乗り合いタクシー、アジサイ号の運行を実施している。 市内は、県道沿線に、管理ずりぼりやいくつかの商業施設があるのみであり、目立った施設は、数少ない。ありがとうございます。